柏レイソルは FW 細山を21の2草連発で先制したが、東京にスローインの流れで追いつかれ引き分けた。柏は昨年8月からクラブワーストタイの12試合連続未勝利、7分け5敗となったが、難しい試合で勝ち点を拾い、前向きな勝ち点1となった。パリオリンピック五輪世代の20歳の GK 佐々木雅史が踏ん張った。持ち味の果敢な飛び出しでのセーブや、強風下の難しい状況でも落ち着いたプレーを見せ安定感をもたらした。佐々木は後半は風下でボールが飛ばなかったが、チームとしてセカンドボールを拾うことを9、10分通してできたことはポジティブなことと振り返った。佐々木は開幕前の千葉銀杯、開幕の G 大阪戦と失点に絡むミスが続いていた。自分のミスで勝てない試合があって、そういう自分にすごく腹が立ちましたけど、そこで落ち込んでいる暇はない。 G 大阪戦ではワンバウンドのミドルシュートに反応できなかった。精神的にはきつかったが、気持ちを切り替えた。試合後は自身のプレーを映像で振り返るのがルーティーン。目を背けず、改善点を見つけ前を向こうと決めた。レイソルが上に行くために下を向いている時間はなかった。それをどう生かすかだけだった。ミスをしないためにどうするか考えたけど、引きずることなくやれた、と振り返った。